論理的にっていう言葉と、その合理的っていう言葉がちょっとね、だいぶその、誤って使われてるなって印象がありまして、論理的っていうのはさ、もう一つそのロジカルっていう言葉であってさ、例えば、It is raining or not っていうのはさ、非常に有名な命題なんだけども、まあ、Yes, No で答えられる文章だというのは全て論理的だっていうふうに言われているわけで、ビトゲンシュタインとかは言ってるんだけども、例えば、今は雨が降っているか、そうではないかどちらかだみたいなさ、でそれは常に真な命題で、これは論理的であると。で、論理的でないっていう文章、論理的でない文章っていうのはどういうことかっていうと、例えば漫画は織田信長だとかね、意味不明な文章のこと言うわけよ。非論理的な文章っていうのは漫画は織田信長だとかね、あるいはペン、うん、ちょっと難しいな非論理的な文章を作るの難しい、ちょっと待ってね、常に人間って結構ね、論理的に考えてるから、非論理的な文章を作るって難しいんだよ。交番の声は赤いとかね、うん、例えばこれも非論理的というか、何言ってるか分かんないっていう、現実との対象物がないっていう意味合いで、うん、その意味不明になってしまう非論理的な文章、命題をなしてないっていう、ね、ことになるわけですね。でもまあ、そのご指摘ありますように、例えば僕はうなぎ屋さんにてとかね、ありますけれども、その本来非論理的なはずの文章が文脈によって論理的になったりもするんで、うん、そう、芸術は爆発だとかもさ、その意味不明な文章がその文脈によって意味があるようになってくると、そういうことだよね、うん、交番の声は赤い、交番の声は赤いって意味不明なんだけれども、例えばその擬人化した文章、擬人化した絵本があってさ、交番とあるいはその消防署となんかお店とかが登場するその絵本があって、で交番の吹き出しがこう赤くなったらさ、あ、交番の声は赤いっていうのは論理的な文章になるわけであって、で それが論理的という意味なのね。その何か現実に対して対応した指し示しがあるかどうかっていうのは論理的な意味なわけであって、その逆に言えば、その全てその現実に想起できるものっていうのは論理的だというふうに言ってるわけ、うん、で合理的っていうのは全然違っていて、そのこの本の値段は2000円だから2000円で買おうとかっていうのは合理的なわけ、この本の値段は2000円だから20万円で買おうっていうのは非合理的だよ。それはどちらも論理的なんであって、それはね、結構使い方間違われてるなっていう印象がありますね。日本語としてというか、その、日本語の使い方として間違ってるから、なんか、あの人論理的じゃないね、論理的だよねとかっていうふうに、論理的、感情的とかやってるんだけど、感情的の反対語って合理的になるんじゃないかと思いますけどね、ってな感じですかね。野菜は美味しいから食うんだよは論理的じゃないですか、論理的な文章ですね。野菜は美味しい。寄って食べるだからね。別に普通に論理的だと思うんですよ。野菜はまずいから食うんだよも論理的ですね、うん。非合理的だけどね。論理的かつ合理的じゃないですか。野菜は美味しいから食うんだよは。うん、科学的とか非科学的とかも。難しいよね、これもね。うん、その科学とは何ぞやみたいな話をこの前中田先生としたけどさ。科学って何なのってさ、再現性があることとかさ、批判できること、実験によって、その、反証性があることとか、反証可能性とかなんか言われるけどさ、カール・ポッパーのうんぬんかんぬんとかさ、言われるけどさ、それはなんかさ、その、じゃあどこまでが科学なのみたいな話を中田先生がしてて、例えばその実験室だけの中でやられることが科学なの。実験室の中でこの、例えばこう落として重力加速度が 9.8 ぐらいだったということが分かりました。じゃあこれだけが科学なの？それじゃあここの落とすところはどうなのとかね。例えばその実験をするための予算を取ってくるところはどうなの？科学なのとかさ。どこからどこまでが科学なの？じゃあ今日ここから落とします。で、ここから落ちました。っていうところが科学なんですよ。なぜそこからそこまでで切れるのみたいな。そういう話し始めるとさ、科学って何かと境目って非常に難しくなっていくよね。うん、まあ、だから、非常に狭い範囲でっていうのは分かるけどね。うん、まずい、もう一杯。これはまあ、論理的だけど合理的でないってことだよね。青汁。普通に考えると合理的じゃない。ね。でも、まずい、しかし健康にいいからもう一杯っていうのは省略されてるってことだね。これね。続いていきます。宿題は意味がないからやらなくてよい。これは、宿題は意味がない。よってやらなくてよいっていうのは論理的だし合理的なんだけど、宿題は意味がないからっていうのの前提が義なる命題だから、その、これ全体が義なる命題になってるってことになりますね。はい。社会科学とか再現できなかったりするし、そうですね。その科学、あるいはその自然科学もね、なんかもはや、なんだよ、高速、文殊とかさ、もう、もはや触れる人が少ないからさ、誰も再現できないでしょっていう。科学は誰がやっても同じ結果になることでは、自然の中である法則で、例えば文殊のさ、実験結果、あなた再現できますかって、できないでしょ。だって、手順書とかもやってもさ、何人もたくさんの人がさ、たくさんの専門家が操作しないとできないわけで、あるいはなんて、高速核融合炉とかさ、
あるいはその、なんだ、その放射線のなんとかとかさ、そういうのって器具がないといけなくて、で、器具を触れる人ってのは一部だけで、じゃあ誰がやっても同じ結果になるとならないでしょ、ね。でも科学って言われたらなぜっていうね。非常に難しい、ね。猫は可愛いから、ホームレスより優先すべきだは論理的。あ、もちろん論理的ですね。ただ合理的でないということですからね。お前の中ではなって、お前の感想だろお前の中ではなって、そういう話になります、ね。いや、これはちょっと怪しいな。ホームレスに炊き出しをしている猫に、野良猫に餌をあげていいっていうのは、これはね、ちょっと、論理的でないな。因果がむちゃくちゃだ。これはちょっと。意味不明の文章。意味不明の文章になってしまっている、これは。ちょっともう少し補足がないと意味不明の文章になってる。ちょっと、交番の声は赤いレベルに意味不明になってるわ、これ。大悟先生、さすがだな。考えられない非論理的な文章を、通常では考えられない非論理的な文章をぶち込んできてくれるんですよ。さすがにちょっと意味わかんないもんな、これ。意味がわからん、ほんと。どういうことなの、これ。高度すぎるの。ちょっと。スタップ細胞あります。スタップ細胞があるっていうのは論理的だよ。スタップ細胞があるっていうのは論理的だよ。だって、単なる事実だからさ。命題だからさ。うん。義なる命題かもしれない。それを反証できる。ほぼないでしょってことになってるけどね、それは。ホームレスに炊き出しをしている野良猫に餌をあげていい。いや、これはちょっと本当に論理的だ。意味がわからん。前半と後半はわかるんだけど、前半はこれで真なる命題だから、真なる命題からよってだったら何でも OK なのか。論理的にはそうなるのか。野良猫に餌をあげていいってのはこれ主張だもんね。主張だもんね。いや、そういう問題じゃないんだよ。ホームレスは人、猫は動物、同一型の論理的でないとか、そういうレベルじゃなくて、因果関係が不明というか、だからホームレスに炊き出しをしているっていうのは、これ単、真なる事実だから、真なる命題だから、そっから寄ってっていうのは何でも成立するから、猫に、要するにその、真なる命題から、常に真なる命題から出ている主張、なってて、その前提事実が補強になってないっていうのかな。だからどうしたのっていう話になっちゃうから、もう少しちょっとね、補足が必要。打つな、飲むな、死ぬぞ。もうまあ命題だよね。論理的だよね。合理的かどうかはわからん。野良猫に餌をあげると野良猫の数が増える。ホームレスに炊き出しをすると頭の悪い生活保護者が増える。そういうこと言ってるわけ。それはめちゃくちゃだろ。どういうこと？野良猫に餌をあげると野良猫の数が増える。増えるの？そもそも。わからん。ホームレスが嫌いだが猫は好きだ。よって炊き出しをもらって猫に与える。そういうこと言ってるわけか。別にそれは好きにしたらいいんじゃない？法律によって罰せられると思うが好きにしたらいいんじゃないか。ちょっと会話がマジで成立しないな。論理がちょっとわからん。大悟先生の交渉なる意図はちょっと本当にわからない。どういうことだこれ。増えるのか。炊き出しをさ、与えると増えるの。例えば。それって関係ある。それってあなたの感想ですよね、じゃないの。大悟先生は猫に向かって喋ってるのかもしれない。猫語なのか。てか関係ないけど、イデコって大悟に似てるよね。イデコって大悟に似てない。なんか、二つだけ大文字なとことかさ。大悟も二つだけ大文字じゃん。大悟先生、なんかちょっと実論を似てるじゃん。ディエゴみたいなさ。わかんないけど。人間は動物だから猫にあげてもいいならわかる気がする。あ、なるほどね。なるほど。なるほど。動物に餌をあげるのは正しい。前提。で、動物に餌をあげるのは正しいので、人間に炊き出しをあげるのも、猫に動物、炊き出しをあ、ご飯をあげるのも OK。そういうことか。なるほどね。うん